パパは何やってんの？これはね、野球の監督になれるゲームだよ。へー、いいかい？こうやって途中までコンピューターに戦わせるんだ。すごい、普通に野球の中継見てるみたい。口を挟みたくなったら指示を出す。なんでね、パパいきなりピンチです。まあ慌てるな。こういう時は落ち着いて中継ぎの投手に変えると。こんなこともあろうかとあらかじめブルペンで肩慣れさせてるんだよ。へえ、そんな細かいことまでできるんだ。これぞ本物の野球ゲーム。こういうのを待ってたんだよな。野球の勝敗は監督の采配次第。選手の能力と状況を的確に把握できれば、お父さんみたいな立派な監督になれ。あ、ホームラン。パパ全然ダメじゃん。クション野球はもう卒業。お茶の間プロ野球 DS。 9回裏、1点差、走者1、3塁、打者は4番。1点もやれない状況。お前ならどうする？なんで私に歪めんのよ。監督の実力見せてよ。一番の見せ場でしょ。そんなこと言うなよ。じゃあ私なら堅実に2万塁かな。いやいや、それはまずいだろう。今日3の3だぜ。いけるって絶対。やばいよな。なんか究極の駆け引きって感じ。よし、ここはお前の意見を採用しよう。本当に？どうなっても知らないね。いや、ちょっと待てよお前。無責任だぞ。暇つぶしのつもりですっかり熱中。お茶の間プロ野球 DS。パパ、いえ、お父さん。ここはランナーを気にせずバッター勝負です。お父さんに会ってもらいたい人がいるんだけど。バッター全身守備に惑わされて手が出ない。野球が好きな人だからきっと気に入ると思うの。4番の一番好きな外角やや高めから球1個外した誘い球、グッとこらえました。さらに内側にえぐるようなストレートです。とにかく私の決意は変わらないから、会ってもらえますから。あ、これは痛い。おっと、大丈夫か。プロイニング出場記録はどうなってしまうのか。ちょっとパパ待ってよ。ファンに見守られながらベンチに下がる4番、これは心配です。主役は監督。お茶の間プロ野球 DS。